なんでメルブラ NBAACC の体力は 11,400 なんて中途半端な値なんですか？それな、ああそれな、なんでだか知りたいですか？なんでだか知りたいですか？もう手がつけられなくなっちまったからだよもう手がつけられなくなっちまったからだよ。最初はさ、多分1万だった気がするんだよね。1万で防御力の防御係数で決まってたよね、NBAACC って。あれ違ったっけ ?1 万だったよね、最初って。リアクトとかの時とかって。で、カデンツァの時点でいくつだろう、わかんねえ。ほんとね、例えばその体力をいじるっていうのは、要するに俺の中でも最終的にいじる値、もうどうにもならんって思った時にいじる値の一つではあるのよ。あのメルブラが結構その強化されたりする技が多くて、そのなんだ、使い道が増えるとかね、火力が上がるとかで全体的な攻撃力がすごい上がっていった、まあ、あの研究も進んでね、コンボダメージがすごい上がっていった結果、もともと4コンボぐらいで終わってたゲームが3コンボで終わるようになってきちゃったなぁみたいなのがあって、でも3コンボだとちょっと解放とかの読み合いがなほとんど発生しないしなぁみたいなのがあって、で、それに対して、例えばその、全体的に火力を落としたいっていう時に、なんだろうな、全体的な火力を落とす、要するに数字の最後の倍率でいくつかけるとかでもやってもいいんだけど、プレイヤーからすると、なんかそのダメージが、の数字が減るじゃない？なんか最後に 0.95 みたいな倍率をかけたりしたら、もともと4000ぐらい減ってたのが、3000いくつもしか減らなくなって、なんか減らなくなったね、みたいになるじゃない？じゃあどれが弱くなったんだろうなって思ったら、全部に倍率かかっとるんかいってなるじゃん。それはそれで結構図工ってなるじゃない？図工ってなる。で、じゃあ個別に技調整してくれよってなるんだけど、全部の技調整するの無理ってなりました。ごめんなさい、これに関して言うとね、すいませんとしか言えません。あの当時メルティブラッドアクトレスアゲインカレントコードバトルプランナー私一人でやっておりました。キャラクター100体ぐらいいるね、キャラクターがね、締め切り2ヶ月後、無理じゃない無理じゃない、全部の技調整するの無理じゃない？てか考えると、俺に残された道は体力しかなかった。正直。ワンオペなんですよ。後半、ミソラくんっていうか、なんだろう、メルブラやってるミソラさんに結構手伝ってもらったりはしたんだけど、基本的にキャラを作ったり、最終的にいじるのは、まあ俺なのよ。まあ、一人でやるって感じになるから、実作業私だけってなると、まあ、ちょっとね、無理だったんですよね、さすがに。でも、火力がすごい上がってる。なんか、ノーゲージで4000とか出ちゃう。みたいになってる時に、体力1万って言うと、うわーってなるじゃん。だけど、1万2000ってなると、まあ、3コン、うん、なんか、まあ、結構変わってくるみたいな。4コンボの可能性も出てくる。解放もあるし。とかね、まあ、そういう、いろいろ。理由があって体力が増えていった感じではありますね。まあ難しいね。メルブラの過去の調整なんで、その10年前とかに自分が、十何年前とかに自分がどういう気持ちで調整したか、してたかっつうと、なんだろう、まあ当時は大変だったみたいな、そういう話ばっかりになっちゃって、ちょっとつまんないんだけど、まあ自分なりにはいろいろ考えて、断腸の思いで、体力が増えていったとかだったと思います。確か。これもちょっとうろ覚えですね。今だったら、俺そのゲームで調整するときに、こういう気持ちで私は調整いたしましたっていう、お嬢様日記が、綴られるんですけど、当時こういう気持ちでね、やりました。これが良くないと思ってやりましたみたいな日記があるんですけど、メルブラやってるときは、日記なんか書く暇ないんですよね。なかったんですよね。うわーってやるしかなくて。まあちょっとね、いろいろありました。なんで、
当時どういう気持ちでやっていたかはちょっとわかんないです。はい、お便りいただきありがとうございました。